はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は戦国バサラ真田幸村伝の続きですね、第8章大阪冬の陣真田丸砲撃、こちらをやっていきたいと思います。では早速ストーリーの方を見ていただきましょう。第8章大阪冬の陣真田丸砲撃。父正幸の死、それは幸村にとって大きな悲しみであり、戦国という一つの時代の終わりを告げる象徴的な出来事でもあった。しかし時代に取り残されたもの、豊臣による栄華の再興を望むもの、そして戦いの中でしか己の性を見出せぬ、そんな戦国乱世の亡霊とも言うべき浪人たちが豊臣の名のもとに大阪の地に集結し、徳川の手で完成しつつあった新たな世に猛然と反旗を翻す。豊臣方から加勢を壊れた幸村は、父から託された思いを伝えるため将の一人として大阪城へ入城する。そして迫り来る徳川の大軍勢を打ち果たすべく、幸村は城の南方に巨大な出城を築く。これこそ後世まで語り継がれる伝説の出城、真田丸である。はい、というところで見ていただきました。大河ドラマの方ではね、すでにまだ関ヶ原の戦いに向かうというようなところをね、真田丸大河ドラマではやってますけども、こちらでは一足早く大阪の陣ですね、プレイの方をしていきましょう。真田丸攻撃準備。ね、真田丸砲撃って雪村自ら鉄砲玉というか、その砲台の弾となって飛び出していくんですねかなり斬新だな。で、真田丸の砲撃で徳川砲台を破壊しろ。 L2 ボタンで破壊目標をして徳川砲台を狙い破壊しろ。さらに砲台は厄介な歯車装置や強力な敵も排除できるぞと書いてますね。で、L2 ボタンを押し続けて狙い、照準を合わせて離すと発射します。着弾までに再度 L2 ボタンでキャンセルができると書いてますね。で、連発連続で砲撃するとオーバーヒートしますということですね。了解です。ではやっていきましょう。私もちょっと砲台を砲台だとこういう感じで照準を合わせられますね。確かにこれでじゃあバシバシ破壊していきましょうか。豊臣の亡霊が救う熊田城を跡形もなく消し飛ばしてしまえ。あれか、まずは真田丸の砲撃と呼吸を合わせ大阪城を狙う本田陣営の大筒軍を破壊する。まだ一個ここのエリアになります。大阪城など豊臣の力の象徴、こんなものがあるから残党どもが妙な気を起こすのだ。秀吉殿、官兵殿、そして石田殿、かつてのお約束通り、ではこの雪村がお味方いたし、行きましょう。それが最後の一キャラクターが喋ってる時はちょっと静かめにしておきますので、戦い抜く所存、休んじてあられよ。家康公の作る新しき世に貴様らのような古き世に縛られし者は必要ない。消え去れ、黙れ。家康は三月者だ。秀吉様を支持し天下を重ね取ったヌスト以下の腐れ下道だ。そのようなものに国が民が見せいけるか。それに気づかぬお前たちもまた同罪、国を腐らせる毒だ。豊臣秀吉などかの魔王信長と大して変わらぬ。こいつ結構強力だ。武の力を頼み恐怖で世を支配する暴君ではないか。秀吉様はこの日の元の行く末を憂いていた。魔王のような仲間らしき存在ではなかったのだ。俺たちは俺
俺たちから秀吉様を、水成様を奪った家康を許さない。返せ、俺たちの未来を返せ。我々は過去に囚われ続ける、まさに亡霊よ。東照権現の光に照らされ成仏するがいい。エンサの声が、憎しみが戦場に満ちている。なんと醜い戦であろうか、このような戦では戦国の世は終わらぬ。新たな憎しみを生じ、また同じことが繰り返される。関ヶ原で勝利し、戦なき世となったはずだった。それなのに貴様らのせいで我らにも武士としての意地がある。豊臣に仕えた者として、その大恩に報いねばならぬ。だからこそ、このままただ座して朽ち果てゆくことはできるのだ。これは勝者と敗者の戦ではござらん。同じ戦国の世を生きた者たちの戦でござる。捨てるためではなく、拾うための戦でなければならぬのでござる。よう、真田の大将、今暇かい？ちょっくら戦況報告しときたいんだけど。おう、サスケ、聞かせてくれ。担当直入に行って、かんばしくない？虹上がりますね、城の守りはまだ固いが、かろうじてって感じだ。やっときましょう。それにあちらさん、大阪城の四方を囲んで布陣してやがる。なんかやらかす気だね、ありゃ。なるほど、このまま応戦を続けるのみでは勝てぬというわけだな。さすがに力技では落とせそうにない。四方陣の完成はまだか。この城はまだ上がらんか。よし、決めたぞサスケ。この大筒軍を破壊した後、囲みを突破し南方に布陣する。その怪しげな陣へと突撃する。はいはい、そう来ると思ってました。それじゃ、散らかったおもちゃをパパッと片しますか。ねえ、こうなれば時を稼ぐだけで構わぬ。奴らを大阪城から出すな。閉じ込めておくのだ。嫌な感じだね。大将、こいつは急いだ方が良さそうだ。ちょっと体力を回復したいですね、ここに来て。またね、登場ですね。伊達はどこだ。伊達、まさむね。そのこの時もう雪村も50とかのはずですけど、だいぶ若々しいな。自分もこれくらい若々しくいたいなと。なんか若くいるための秘訣とかあるんですかね。いるんだろ。隠すなよ。隠してるとお前から話しちゃうよ。だて渡部に近寄るとこだいな。渡部の攻撃を、なんか鬱陶しいからバラしちゃった。なんと凄惨な、あの千葉さん目、正気とは思えぬ。この辺りは味方でしょ。後藤殿、
よしなよ大将、あれはまともじゃないぜ。話なんざできっこないって。サスケ、あの姿もまた戦国に生きた者の誠なんだ。一個だけいない、砲台を取り逃したんですね。いないここにも伊達政宗が。いない。まさかこのような形で政宗殿の名を耳にするとは。こちら方ではないということは徳川方であろうな。あの時交わした約束、今も覚えているでござろうか。それがしだ、ライバル殿。よし、すべて破壊完了にござる。おのれ、せいぜい勝った気でいるがいい。もうじき上空の部隊が到着する頃合いよ。おっと、これは俺様の出番かね。やっぱ筋トレしたりジョギングしたり、それだけじゃダメなんですよね。はいな、隊長。若くいる秘訣、ぜひこの雪村に教えてもらいたいな。敵援護物資を破壊しろ。開始。あらら、冗談。こんなのまで用意しちゃって。あちらさんもそれなりに必死ってわけね。ま、信之の旦那の姿が見えないだけでも、俺様としちゃ一安心だわ。正直見たくないんだよね。あの兄弟がやり合うところなんてさ。大将の方は腹くくってるみたいだけど、まったくいつの間にか、まあでっかくなっちゃって。どこに出しても恥ずかしくない日の元一の本物だ。本当に立派になったぜ。この爆弾みたいなやつに触れるといけないんでしょ。こう面倒くさいというか厄介な感じだな。11個か。この人は人も数に入らない。人は数に入らないな。人は破壊するのはやめて、ちょっと物資の方に専念しましょう。うわぁ、やっちまった。16個。あとは、あとはどこにある。あの辺か。なんか時間は結構あるんで、ちょっと破壊に勤しみましょう。そこまで。あれは量、まあ、時間はあるけど高度が下がるとダメなんだな。きっとちょっとあんまり見れなかったですけどね。でここで戦う。やっぱ食事とか、まあ、若返りの話に戻りますけど、食事とかもねちょっと気をつけなきゃきっといけないんでしょうね。こっからが本番ってわけね。まあ、筋トレ、ジョギングとか運動と食事、あとはまあ服装とかなんですかね、きっと。この雪村だってどう見ても10代にしか見えないからな。戸隠忍法柱大手裏剣。で、この先は戦ってみます。戦いを猿飛サスケの元へ向かえって。ブチカちゃん向かいましょう。パワーはマックスに戻ってるな。で武士も溜まってるんで、もうこのまま裸の人を食らいましょうじゃん。多分めっちゃ強いんだろうな。
境かなっていうことですね。東大に立つ。日焼け止めをね、きっちり塗るとか、そういうのもあるんでしょうね、きっとね。で、忠勝はというと、本田忠勝、あの徳川殿をして過ぎたる者と評されるほどの男。忠勝はこれを見る感じだと体力ゲージが3本ありますで、攻撃力が高いな、思ったより。かなわぬやもしれぬ誠の者の笛。まずは1個減らしました。ちょっとこちらもダメージが半分減ってるんで、大阪城を守らねばならぬ。ちょっと体力を回復します。サスケもまたそのために命を賭して記念へ挑んだ。いや、サスケはただこの雪村のためにと言い張るかもしれぬ。ただ友のために戦ったと。しかしサルトビサスケは紛れもなく戦国の熱き魂をその身に宿す誇り高き忍びであり武将でござら。武田と真田の血を燃えたぎらせた誠のもののく。真田の民の戦なき時代のため命を尽くしている。なればちょっとここでまた攻撃と武神を回復しに行きましょう。その心に応えねばならない。ただか攻撃力がやっぱ非常に高いですね。大阪城南方に布陣する徳川軍を叩け。完全に包囲される前に一角でも切り崩せれば勝機は必ず。ならば殿を助け。俺に力を。これ大丈夫か。ちょっと心配なんで体力回復しましょうと思ったけど、もうないか。ないね。くぅ、この残りで戦ってば倒せるかっていうとちょっと心配だな。まずい。これで決めるしかない。決まってくれ。よし。負けたでござるか。はい、というところで大阪冬の陣真田丸砲撃ご覧いただきました。
なるほど、後藤又兵衛は撃破しとかなきゃいけなかったんですね。あと真田丸ショットで敵兵を20人以上同時に撃破、まあ、この辺りはね、やろうと思えばできたかなと思いますね。あとはあの青い盾団長、盾持ってた人たちですよね。あの人たちも見切りを成功はまあできたかなと思いますが、滑空飛行の評価で言う、滑空飛行ってきっとあのサスケの話ですよね。あれ結構難しかったですね。はい、というところで、大阪冬の陣真田丸砲撃ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きですね、お届けをしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんお楽しみにしていただければいいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。